はい。というわけで、どうも皆様、こんにちは。ソラブーでございます。本日なんですけれども、あるご報告がございまして、来月の、9月からですね、投稿頻度を変更いたします。はい。今まではね、できる限り毎日投稿という形だったんですけど、今後は、2日に1本のペースと。いうことになりますので、1ヶ月につき、15、14くらいの動画がね、投稿されるという、形に、なります。よろしくお願いいたします。理由はいくつかあるんですけど、まずは、なんでしょうね。私の作りたい動画じゃなくなり始めてるなっていうのがまず一つあって、というのも、毎日投稿をね、する場合って、毎日編集をして、毎日投稿してみたいなのをやるわけなんですけど、もちろん編集できない日だってあるんですよ。もちろんね。編集できない日があって、で、その編集できない日をじゃあ別の日でカバーしてとかそういうのいろいろやったりすると、なんていうんですね、回らなくなるんですね。限界があって、正直。あとはそういうのを続けていくうちに、だんだんさ、楽しい動画を作ろうっていうあれから、動画作んなきゃになんか変わってっちゃって、なんか俺の思い描いてる動画じゃなくなっちゃうなっていう気持ちがね、やっぱ強かったので、これどうにかせなあかんなということで、今回ね、ちょっと、2日に1本のペースというふうなね、形には変更させていただきたいなというふうに思いまして、これが一番の理由ですね。なんだろう、作りたい動画じゃなくなってしまったっていうのがやっぱ一番でかい。あとは、私ね、来年から、一人暮らしを始める予定なんですよ。で、というのも、今、いろいろお勉強中でして、はい。そちらの、試験的なものがあるんですよ。はい。試験的なのが、いつだったかな、11月の下旬とかだったかな。で、ここからね、ちょっと私もね、さすがに、ね、本格的に勉強をね、し始めないといけない時期になってくるので、なんですよね。単純に編集する時間が前以上に減るのに、今までと同じペースで続けたら、俺無理だわと思って、今回は、変えるという感じにもなりました。これも一つの理由ですね。はい。今後ね、スケジュール的にも厳しくなるし、何より自分の作りたい動画が今作れてないのに、このままでいいのかなっていうのもあって、今回はね、9月から、こういう形での変更とさせていただきます。よろしくお願いいたします。で、配信なんですけど、配信はできる日にやりたいから、できる日にやりたいから、配信あった日は動画投稿しないかな。2日に1本のペースで、本来今日は休みの日だけだけど、配信したいから配信しますってなったら配信するし、本来なら今日動画投稿する日だけど、じゃあ配信するんで今日の動画お休みですっていうふうになると思いますので、そこはちょ、うまいことこう、まだね、いろいろ考えてる途中なので、うまいこと やっていけたらなと思いますけど、投稿頻度がちょっと減るよっていうのだけ、認識していただければなというふうに思います。とはいえね、やることは変わらないので、投稿頻度が減るってだけでやることは変わらないので、今まで通りね、モンバトの動画撮ったりさ、生放送でいろんなゲームやったりとかするはずなんで、そちらもね、引き続きね、ご視聴していただければなというふうに、思いますので、何卒よろしくお願いいたします。というわけでね、そちらの報告となりました。今後ともね、ソラブよろしくお願いいたします。というわけで、今日の動画は、以上になります。また明日からのね、動画をお楽しみにということで、ご視聴ありがとうございました。